ウクライナソーランまで使用されていたベルクトの紋章ロシア内務省の下で編成されたベルクトの紋章ベルクトの隊員ベルクトは2014年まで存在していたウクライナ内務省管轄の民警に属する特殊部隊2014年ウクライナソーランにてロシア寄りであったビクトル・ヤヌコービッチ政権の下で親 EU であった反政府派市民の鎮圧に動員された 旧政権が解体されて、以降のもと、ベルクト隊員たちはロシアに並行された、クリミア半島へ亡命し、同地で、ロシア内務省の指揮下においての警護及び暴徒鎮圧、対テロリズムを任務としている。なお、舞台名はウクライナ語で、犬足を意味する。1992年、ソビエト連邦のオモンを参考に設立された。2014年2月26日、 ウクライナの政権交代により解体される。同年3月1日、元隊員らに対するロシア旅券の発行が開始され、元隊員らがロシア側に亡命。その後、ロシア内務省に編入され、ウクライナの親ロシア派区域における治安部隊となった。2016年4月5日、ロシア内務省令下の国内軍やオモン、ソブルなどの重装備部隊が、 国家親衛隊として再編されると、ベルクとも国家親衛隊の霊下に編入された。ありがとうございます。